人間の体の中には約37兆2000億個もの細胞たちが今日も元気に働いている。怖かった。もう早くこれ肺まで届けちゃおう。肺はここを右に曲がってと。たどり着ける気がしない。こちら白血球高中級科 U1146 番、侵入した細菌の駆除完了。礼はいい、仕事をしただけだ。ほらほら、ここか。ウイルスが嫌がるのは俺たち T 細胞が皆殺しにしてやるぜ。マクロファイジさん、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、細菌が来ることもあるんですよ。そこで今日は細菌から逃げる避難訓練をします。細菌が来たら近くの物陰に急いで隠れましょうね。はぐれないように勝手な行動はしないこと。はい。他の子と喧嘩しないこと。はい。 GP1B とかをちゃんと使って飛ばされないようにすること。はい。逃がしたんじゃないわよ、邪魔だっただけよ。あんたの正体すら見抜けないんだものね、このバングリ野郎の。適当な場所で暴れりゃよかったのに、わざわざこんな凝った芝居打っちゃって。何か考えがあるんでしょ。教えなよ、ガン細胞。 T 細胞だよね、何かあったの。ナイーブ T 細胞くん、元気出しなよ。君だけじゃないさ。最初から強い人なんていないんだよ。僕は白血球さんやマクロファージさんや先輩たちみたく強くないんだ。僕みたいな弱虫なんていない方がいいんだ。スギ花粉のアレルゲンじゃないか。なんてこった。粘膜の排水口から入り込んだってのはそいつだったのか。これじゃまるで言い伝えと。俺は記憶細胞だ。言い伝え大丈夫っすよ、そんなん。まあどのみち心配ないっす。ほら、そろそろヒスタミンが出されますよ。あれで炎症を起こしてアレルゲンを排除するんです。聞こえるかね、この歌が。運命の歯車はすでに動き始めている。破滅へと向かうカプリチオを止めることができるかね。平和という名の十字架を背負わされた悲しき戦士たちよ。確かに私は白血球として細菌を駆除するのが仕事だ。でも私にはもう一つの使命がある。直ちにキラー T 細胞の集積を開始します。 T 君、前から思ってたんだけどね、君さ、もうちょっとクールにやれないの。昔から効率ってのを考えてないよね。